こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の手掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、時事に努めて欲しきし、仁愛をひかしむることなかれです。六祖慧能の同門である仁宗定座の下、身はこれ菩提樹、心は明鏡台のごとしに続く天句と結句です。ことあるごとに努めて心を清め、煩悩の塵に汚されないようにするべきである。その意味で、煩悩や妄想を一つ一つ除去することで仏性の清らかさが顕現するのだとする仁宗の立場が表されています。慧能はこれに対し、本来無一物、いずれのところにか仁愛を悲観と言い、情への分別を完全に離れて一切を空無に帰した、いずれも各人の思想的特徴をよく表している。後代には慧能の法系が支配的に栄えたが、仁宗の下もインド以来の仏教における伝統的な修行の心構えであり、当時の中国でも一般的であって、決して劣るものではない。それで今から時事に努めて欲しきし、仁愛をひかしむることなかれを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。